ダークセイバーです。今回は、ここだけ機種とウマたちが保育園にいる世界に対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。厳格注意、ここだけ機種とウマたちが保育園にいる世界線。機種、先生、馬、園児、園長教師の方も入れて語る。厩舎は国としても OK。とりあえず問題児は池添先生に担当させる。池添先生が壁に埋まってるってこと？床にも埋まるぞ。池添先生のクラス修理代高そう。どうせ後でカレンちゃんやベルーガちゃんによしよしされてるかと思う満体。豊先生女の子の園児たちにあんま好かれなさそう。ミッキーミユピあたりは女の子たちはもちろんお母様方からの人気もありそうやね。川内先生も実は人気。確実にお母様の心臓をわしづかみにする先生、みゆき先生、和田先生、たけし先生、川内先生。和夫先生も問題児担当してそうだけど、池添先生とは経路が違いそう。和夫先生、ちょっとやんちゃだけど保育園だしなクラス。池添先生、だいぶ手と足が出るクラス。入園初日の園児にギャン泣きされる川田先生。卒園式の日誰よりも大号泣してるんだろうな。なんだか変わったものが好きな園児の大井のりひろ先生のクラス。川田先生の後ろをちょこちょこついてくるハープちゃんとハープお姉ちゃんって言って、一緒にテキテキ歩いてくるお嬢さん概念。アートハウスも後ろついてきてそう。クロノジェネシスちゃんとかいう大きくなったら北村先生のお嫁さんになるって言いそうな子。たけし先生からずっと離れない F 君概念。いつも一緒にいるから完全にニコイチされてそう。大穂君も和夫先生の後ろをちょこちょこついてきてそう。オペラ王によくついてきてされてる和田先生。ほわほわした子をよく抱っこして寝かしつけてるのが見られてる。なんだかんだ池添先生に懐いてるドリジャとオルフェ兄弟もいそう。ただし首はかむし抱っこしたら気分じゃないと暴れ出す。池添先生の癒しは可愛くて自分にすごい懐いてくれるカレンちゃん。カレンちゃんがいろいろお話してくれるのを楽しそうにうなずいて聞いてる池添先生。自称園児の女の子からモテると公言してる吉田豊か？なおパンサラッサに振り回されてそう。ドーベルは果たして先生なのか園児なのか。史実リードホース勢は組のリーダーとか副担任かもしれない園児3名につき1人は大人がつかなきゃいけない。ドーベル先生に不採地方王先生頼れるな。ビワハイジ先生とフェノーメの先生もいる。子供たちの論理力を育てるという建前でやはり園長とどんじゃらしてそうな先生来たな。その園長やの字をどつく武闘派じゃないか。組長の間違いでは園児たちからイケメン呼ばわりされる北村博士先生。これでも園児たちの扱い方はうまい。遊びに繰り出す時に謎のジャンプをするデムーロ先生と慕ってる園児たち。何かやり出すと人の話聞いてないけど基本穏やかで池添先生に優しいメイケイエールちゃんもいるぞ。おそらく厩務員の皆さんが用務員だったり事務員だったりする。ゴルシ VS ソダシによる今老さん争奪戦おなじみ。スイープちゃんはダダこねまくってやだやだ。しだすけど根気よく付き合ってたらなんだかんだ仲良く離れた池添先生。ただし雪の中動かなくて付き合ってたら翌日ダウンする撫でてと近寄って撫でたらそっぽ向くスイープちゃんもいる。吉田豊ドーベルは俺の初めての担当したクラスで卒業する女の子だよ。吉田豊先生語弊がすごいです。火力のやべえ担任だ。池添先生の後ろにちょこちょこ歩いて見守るデュランダル君。池添先生の政権いろいろ教えてあげたとカレンちゃん一番可愛いがいたら可愛いね。ムーンライトベイ国彦先生今年もお世話になります。的場先生に甘えるライスシャワーとグラスワンダー。たまにエルコンドルパサーとアグネスデジタルもやってくる。卒園生である菱山まーちゃんターボが園に遊びに来た時の中立先生。かつて勤務していたのに諸事情で保育園の敷地を出禁にされた田原先生。国家資格って禁錮以上の計画定が剥奪自由になるものあるけど、保育士は幼稚園教諭にこの条項ある？先生と手をつなぐタイプのと競争で、スタートと同時に横にすっ飛ぶものの和夫先生になだめられながら最後は全力疾走するルージュレベッカちゃんと、たくさんのこと走るのを怖がるロータスワンドちゃんを励ましながら一緒に走るユースケ先生の函館2歳運動会。ルメール先生の膝の上で絵本を読んでもらうイクイノックスをものすごい形相で睨むアーモンドアイ。なおルメール先生が読み聞かせの途中で日本語に詰まるとイクイノックスが教えてくれる。あんまり睨む印象はないけどまだかしらとそわそわしてそうではある。そして待ってるうちに寝る。園で1、2を争う問題児のゴルシ君に手を焼く内パク先生、ノリ先生。なお岩田パパ先生の言うことは割と聞く模様。
お願いします走ってください運動会のかけっこ。カナロア君とブリランテ君から左右に全力で腕を引かれるリンダリンダ先生。ああ、未来。助けてー。おやつの時間を園児の誰よりも楽しみにしているゆき先生。園児たちと一緒にハマスタに行って野球観戦するセイウミ先生ですか？ゴルシが卒園するときめっちゃ泣いてそうなウチパク先生と。ウチパク、何泣いてんだよーって卒園式終わった後の卒園バッジ胸につけながらなでなでしてるんだ。なんだかんだゴルシが一番懐いてるのはウチパクのイメージ卒園するときシーナと一緒にお礼の品とか作ってそうで可愛い。ミユピー先生のガチ恋勢を襲う。赤い糸ちゃんと今でも愛してるちゃんとタルマエちゃんに囲まれてみんなでおやつの時間してるミユピー先生。そんな中九州遠くに花咲かせて娘ポジに収まるよかよかちゃん。入学したてはなかなか人見知りでお姉ちゃんっ子な逮捕。最初は和夫先生のこと興味なくて冷たい態度をとってしまうけど太君といると楽しいよって言われてから信頼し始めて今では帰る時に和夫先生から離れないわがまま演じ逮捕君が見たい。相談役はなぜか優雅な園長先生みたいなイメージになってしまう。なおまんまるフォルムの菅井先生とは同い年という噂。かけっこでのスタート、位置取り、走り方を事細かに園児たちに教える超ストイックな優生クラス。めちゃくちゃ張り切る二人の女の子がいるとかいないとか。ウシュバ、や。お稽古やらない。川田、ほらみんな頑張ってお稽古してるよ。ウシュバくんも頑張ろう。お前らはどこのクラスに入りたい？私は断然豊さんのクラス。ゾエの教室は退屈しなさそうだなとは思うけど、騒ぎに巻き込まれるリスクもあるので。お菓子に理解のあるミユピー先生のクラスで。よく豊さんのクラスにいるのが目撃されている健一先生とルメール先生。と謎の恰幅のいいおじさん。お堂くんの保護者さんかな？どこにでも現れるしいろんな先生に懐くけどなんだかんだムル先生が一番大好きなブライレイデくん。ソウル君は F 君の後ろについて行って行動を真似してお兄さんぶってるし、別クラスのシュネルお兄ちゃんがいないと泣きそうになってる。吉田隼人先生の言うことを聞いてくれないソダシちゃん。吉田先生、嫌なとこ出してきたな。先生っていうか、園の用務員の今波のおじちゃんが大好きなゴールドシップ君はいると思います。お受験が必要な幼稚者タイプの矢作幼稚園。美人で聡明で優しいけれどどこかエキセントリックな奈穂先生とイケメンで保護者受けは良いけれど、どこかエキセントリックな坂井先生がクラスを受け持っている。どいつもこいつもぶっ飛んでるじゃないか。園長と書いて親分と読むエキセントリック幼稚園やめろ。なぜか退職されたら困るレベルで院のいろんな手続きを任されてるゆうすけ先生。おしゃれ好きなのでお遊戯会の衣装もコーディネートしちゃうぞ。ゆうすけ先生、しばらく海外の保育園に行って研修してきます。他の先生、本当に行っちゃうの？問題児担当の一人節沢先生。なんと保護者さん直々に頭を下げられてしまう。かくれんぼをして、うっかり掃除用具入れに閉じ込められて以来、少し神経質になってしまったしアマゾン。上司が戻るまで、数ヶ月くらいずっと中立先生にくっついて過ごしたのだった。休養で中立先生が休んだ日は、一日中栄光、どこ？と大泣きして川内先生を困らせた模様。ジェンダルム極む先生がいいラベル先生みんな好き。デアリングタクトちゃん、松山先生にべったりすぎて帰りの時も松山先生いいって、毎日ギャン泣きしてそうだし松山先生も明日また会おうねタクトちゃん、ってなる。かけっこしようとすると普通のかけっことハードル使うかけっこのどっちがいいかで喧嘩が発生する熊沢先生と大地先生のクラス。最終的に2クラス合同で普通のかけっことハードルかけっこに分かれて同時開催される。ゆういち先生にいたずらしただけじゃ飽き足らず短期で来ていたでむじろう先生にまで。いたずらをするシャフリアールくんやんちゃで可愛いね。気づいたらでむじろう先生によじよじ登って俺の家来だからなってとっておきの。キラキラシール貼ってそうなシャフくん。つむつむ、おすべり台空いてる、ブーケちゃん、今なら一番乗りだよ。ブーケ、一人やだつむつむ、いやか。片目がギョロッとしてて一人でいることが多いのでちょっと周りに怖がられてしまう F くん。ただたけし先生と一緒にいるときは楽しそうで、落ち込んでる先生の背中を押して励ましてあげたこともあるとか。ゴルシア貴夫人は数人の先生で掛け持ちしてることになるのか？幼稚園の場合は担任のみで30人近くを見る。保育園の場合は担任プラス人数に合わせた補助人員副担任や保育補助の複数名で見る。一つ年上のスタオンちゃんにかけっこで付きまとわれて、もう、スタオンちゃんついてこないで。
って瞬間湯沸かし器になっちゃうお嬢さんかわいいね。川田先生はそれを見てまだお姉さんには慣れていませんねって苦笑してる。リアルおままごとをしそうなヒンバちゃんステークス、一番人気はウィン・マリリン。そして巻き込まれるたけし先生。ちょっと離れたところでラベルちゃんに巻き込まれる流星先生とプンプンするローズ。褒められないと機嫌が悪くなっちゃうレッドモンレイブくん。エビナ先生とカズオ先生にたくさん褒められるとご機嫌になる。障害ジョッキー界隈、気性がおこちゃまな子を任される機種の周りが、よく幼稚園と言われるので結構親和性よくて笑う。石神幼稚園とカヤタ幼稚園は聞くな。カヤタ幼稚園はカヤタ先生の言うことだけは聞くサイドくんに大縄跳びなかなか入れない系の。ベレヌスくんに転園してきた全方位アンチャ坊主多重オブラートカイザーバローズくんなどなど骨っぽさがすごい。藤岡兄弟が担当してる藤岡組、優雅先生が担当してる中内田組、祐介先生もヘルプで来てくれる。なお優雅先生は来年から福永組の担当も兼任するんじゃないかという噂。最近は優雅先生にべったりで他の先生と喋る回数が少ないリバキちゃん。優雅先生も甘えてくるのが可愛くてついかまっちゃう。発表会か何かで大役任されて優雅先生もラベルちゃんたちも手伝ってるから綺麗に終わらせたことにめっちゃ感動してすごい涙目になってそう。これは感動するなぁ。って歓喜は待って泣いてる。優雅先生が映像でバッチリ映ってるんだよね。ご飯の時間を誰よりも楽しみにしてるドウジュース。